道人身事故ニュース速報です。2021年8月16日13時45分ごろ、湖西線の大見中小駅で人身事故が発生した模様です。湖西線での人身事故は今年1件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。